こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、サンバ・ボサノバの、この間チキチンで基本形の4つの組み合わせみたいなやつね、 ABCDE の組み合わせっていうのをやったんですけど、これをシンコペーションブックでやろうと思うと、まあ音符の組み合わせを全部やっとけばいいんですよ。前のビデオ見てもらうと分かるけど、これにこの左手を乗っけていきます。そうすると1番はガツツ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 とね、タツツと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 ってことですね。2番はガツカ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 、3番カカカカカカ、4番がちょっとややこしくて、これが早くならばポイントになるんですね。タタタタっていうのが連続するとね、ちょっと難しくなります。5番はカンカカカンカカカンカカカン、右手と入れ子になるからね、カンカカカンカカって、ここ難しいですね。6番カカツカカ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 、7番ツツカ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 、8番9番10番10番とかはあの基礎形の方でも出てきましたね。11番12番も出てきてますね。こんな感じね。あと13番カカカ、これも入れ子になります。スカカカスカカカね、14番これも出てきてます。10番っていうふうに練習してください。でシンコペーションブック1番ね、これはあの僕のシンコペーションベーシックの方ではなくて1番の方、これ4番が入ってないんですよ、1番のやつがね。だからこれちょうど使いやすくて、なのでこれをやっていくとタタンタタン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 、ワン、ツー、スリーというふうに1段目と2段目やってきましたが、こうやって練習してもらうと思います。これがですね、僕の師匠が斉藤淳さんが教えてくれた、両手ユニゾン楽だよみたいな、足がサンバキックやってると右手が同じリズムを繰り返すと進行感がすごく出るんだけど、これだと一緒に歌ってる感じが出る。そうするとこれスニアでね、ユニゾンでやるとある程度のスピードがあると、これ非常に便利で使いやすいですね。両手ユニゾンっていうのはありです。なので足のサンバキックがあって、ある程度のテンポがあると、でもボサノバでこの雰囲気ができると、右手がシンコペーションすごくついていくから、とても使いやすく、こう跳躍力が増すので、全部それにする必要はないんだけど、そこなんかこう強調したいとかだけそれ使ったりとかすると、非常にサンバとか、ボサノバで非常に有用な使い方になりますので、このシンコペーションブックに進んでいってもらうと、前のプリントの人はまあ初級者中級者ぐらいで、もう中級者でも十分いいかなと思って、もう一つ一段上行きたい人はこれをチキチンで全部行ったり、これをチーチキでも全部行ったり、これが最上級で大阪さんがやってる、タタンタってやるんじゃなくて、ドンツとドンツとドンツ、タタタンタタタンタタタン、このタタタタの16分の4つ目のところから3つ連続で叩くっていうイメージでやると、タタタンタタタンタタタンタタタシ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 タっていうサンバのノリが出るんですよ。なのでそれでやってもらってもね、これができればね、これいつかちょっと僕全部練習してなんか叩いてドヤ顔してる動画を上げてみようかなとちょっと思ってますが、今は全然できませんごめんなさいみたいな。でもそれがまあそれが実際に演奏で使えるなるまではさらにかかるから、そろそろやらんとね、死ぬまでできんな、やらんとね、ということでございました。
まあというわけで、シンコペーションブック1、2、3、4、これ2になってくるとタタタタタタンタっていう風に6連打とかが入ると高速にはちょっと使いづらくなってくるんで、1がねバランスがいいんですよ。4番が連打があんま出てこないっていうのが1番の特徴なんで、この1番でやるとかなり歌い方が伸びるかなと思います。というわけで本日は以上になります。本日もご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。